一緒に来た理由はそれか、タヌキ屋。うん。てぇ、タヌキ屋ってなんだ。俺はタヌキじゃねえ、タヌキだ。お前たちかんやな。うぜえば笑ってんじゃねえよ。悪い悪い。タヌキ屋、お前動物と話せるのか。そうだ、俺は動物と話ができ。てぇ、だから俺はタヌキじゃねえよ。ほらお、何も受け取れ。いや、一体どういう、って何人の肩でくつろいでんだ。せめて女子にしてくれ。ちょうどいいところに入れ替わったな。よかねえよ。お前ら一体どっから降ってきた。なんだか気味悪い場所だな。ん、なんだ光月おでんの。他の墓もよく見てみろ。何言ってんだよトラオ。あのガキの墓だけじゃねえ。金ゲモン、なんであいつらの墓があんだ。キーエモンと連絡取れなかったけど、もしかして死んだのか。嘘だ。夜には出てくるかもな。昨日も夜な夜な出てきた。なんで墓なんかあんだ。はっきり言えよトラオ。生きてんじゃねえかトラオ。いつ死んだと言った。バカバカ。とにかく今は一刻も早く霧の迷宮から脱出するんだ。岩礁にぶつかって転覆するぞ。待てゴッド。ん、ガッドンでお前照れる。2億の男照れる。お前のことは対象クラスがチェック済みだろう。近日から目を背けてた。おい、こいつをとっととフランキーのところ。あいつら一体どこへ消えやがった。逆だ。え、消えたのはお前の方だゾロヤ。お前もしかしてとてつもない方向音痴なのか。これくらい俺が一人で運んでやる。だったら文句はねえだろうが。時間の無駄だ。また迷子になっちゃかなわねえ。君に言わせておけば。シャンブルズ。